皆さんこんにちは、狛犬カフェの白尾です。今日は、私たちの地元の山、赤城山に来ています。簡単な鶴満渕周辺を行こうと思います。今日はね、お天気は曇ってます。ステレキスにハマったんだって。今一生懸命なんださないでください。違った、もうちょっと。どうぞ。ここ歩くの初めて。フリートークね。歩道で。でも綺麗だね、ここね。ね、近藤さん、すいません、これ帽子が飛ばないように。ホノマの湖です。なんか今日曇っててね、ここに湖があるかよくわかりません。トンネルみたいです。いいね、自然豊かで、なんかあれに乗るか乗って写真を撮る。割れそうだね。割れそうだね。あれで割れ
から縛ってあるよ。子供しか乗れません。最大の斜面、山登りになりました。今日の最大の斜面です。旅館へスーッて行けるんだ。どこ？ここ山、東山山頂、これが標高1400。クラビはそっちかね。クラビはクラビかっけ。なんかクラビを見、あ、道があるんじゃない、やっぱり。上から蹴ったからね。うわ、後ろからはハイジのようだわ。やだ。やっとこんな感じでしょ。そういうの。よし、じゃあ一回チャレンジ。それでそこがツルツル滑ってきちゃうんだ。最初ね、ちょっと。やだな、怖い。大丈夫大丈夫、そちらで叫んでいいから。いやー、大丈夫。ちょっと、ちょっと、落とすね。足上げてて、上げてて、上げてて。楽しいな。あ、バッグいいかも。折らないでね。